なあ、お宅今暇？何？気をつけてね。面倒な頼み事する気だよ。さすが、察しがいいね。そういう言い方するときって大体決まってるもん。これから営業行くんだけど、ちょっと低下してくんない？アルビンはこう見えて商人なんだよ。リーゼマクシアさんの新鮮なフルーツをエレンピオスの市場に卸すのが仕事なんだけど、まだ始めたばっかのもんで地道に売り込みかけないとってわけ。頼むよ。お、頼もしいな。サンキュー。通行人のふりしてこっちの話に調子合わせてくれりゃいい。それって桜。よし、じゃあ俺は先に行ってるから。いいか、通行人のふりだぞ。しょうがないな。それにしてもルドガーって付き合いいいよね。どうせ買うなら新鮮でうまいもんの方がお客にも喜ばれるだろ。そんなの客がわかるもんかね。なあおたくらさ、ちょっとこれ食べ比べてみてよ。どうよ、違いはっきりわかるだろ。右のは甘いね。左はちょっと酸っぱい気が。おお、そうか。あんたはどうだ、どっちのがうまかった？ほほう、だから言ったろ。よし、わかった。あんたんとこのパレンジ試しにうちに置いてみよう。そう来なくっちゃ。やめてくれ。喧嘩？この声って。私たちも行こう。なんか嫌な予感。私は商品の取引に来ただけだ。あんたらに迷惑はかけてないだろう。いや、迷惑だよ。リーゼマクシアには縄張りってもんはないのか？だからここを取り仕切ってるラカロン商会に話をしに来たんじゃないか。話すことなんてないって言ってるんだよ。大丈夫か、アルビン？アルビン、頼む、ラカロン商会のアルト氏に会わせてくれ。しつこいな。こんな往来で抜くのかよ。ラカノン商会の縄張りで事件なんか起こらないさ。イーゼマクシア人とその仲間がどうなろうともな。お、街中で認証沙汰とは不貞野郎ども。クランスピア社のマルチエージェントイバル様が成敗してくれる。貴様らか、証拠りもなく。私たちまだ何も。問答無用だ。この人危なすぎ。安心しろ、峰内だ。お前の剣ボロ派だろ。横のところで叩いたのだ。安心できない。クイックリッカー
してるだけみたいだ。俺はマルチエージェント、この程度では終わらん。待てって、周り見てみ。何？警察ですか？危ない人が街中で刀を振り回して。はい、俺はエージェントだとか言ってますが。ま、街中で暴れるとこういうことになるのだ。覚えておくがいい。何あれ、相変わらずだね、あの人。一人で無茶するなよ。ま、無事でよかったけど。すまない。あんたら知り合いだったんだな。いや、それは誤解っつうか。さっきの話なかったことにしてくれ。ごめん、せっかくうまくいきそうだったのに。いいさ、取引先は他にもあるし。また何かやったのか。あ、大したことじゃないって気にすんな。本当にどこまで当てにしていいのか判断に困るな、お前の言葉は。と、もう行かないと。また後で連絡する。おう。本気で言ったわけじゃないよ。どうだな。本気？俺が？確かに、どうでもいいって思ってたらショックなんて受けないよね。バーカ、そんなんじゃねえって。ただもう嘘の付き合いはしたくねえっつうか。
ま、仕事の方はあれだったが、なんていうか、サンキューな。商売計画その1、貪欲なエレンピオス人への対処と交渉法は。おっとルドガー、これは商売用の秘密のメモだ。バラさないでくれよ。